準備中か。あ、そういうことか。ね、美味しそうでしょ。食べていただき。で、どっち？はい、これ。ね。こちらでは写真を撮っちゃいますよね、やっぱり。天使のパン、悪魔のパン、どっちにしろ、おしまど、おしま屋さん、まさかと。うちの牧の案内所もあるんだ。で、回してください。面白い。赤牛くんが隣にいました。はい、今金さんに行きます。カラコンセント、ハンバーグティッシュ、そぼろ丼、赤鶏の塩焼き定食、こんなのもあるんだね、高菜チャーハンとか。うん、へぇ、赤牛味噌にぎり飯もある。ね、なんかね、やつってか違ったね。焼肉丼っぽいのは見えんね。そうですね、まあ飲み物ですもんね。感じで、今日はまさかの雨で並んでおりませんでした。よかったです。はい、チャーハンが到着しましたよ。じゃあ、すごい、いい匂いね。香ばしい匂いだった。ちょっと麺をピピってしてもらってもいいですか。おお、いい感じ。まずそぼろ丼から。がーん、そぼろ丼ですね。どうぞ。これにはレモンスープがついてますね。おお、なんか確かに入ってるレモン。美味しそうですね。いただきます。わさびとこれが肉味噌だね。美味しそう。でこっちがレモンシュープ。やっぱ赤い。同じですね。赤牛のレモンスープ。ありがとうございます。卵ちゃんをやりましょう。できます。トロトロですね。これが止まらんね。ごちそうさまでした。マーキンさんのあっち側にスナックとかあって、目の前の山市さんも美味しいね。で、本当だ、本屋さんがあったんだ。この書店さん、こっち側になるね。うん、スムージーとか。あ、本当だ、スムージーとかあったかいコーヒーとかカフェラテとかもあって、雑貨、あ、え、いいね。あ、フクロウがいる、一番上。あ、でここでなんか体験もできる。かわいいね。あ、なるほどなるほど、作るんだ。かわいい。あ、蜂を買って。いいじゃん。植物含む。いろいろある、洋服とかもかわいいね。ここはだから待っとくだけでしょ。
うん、番号があるのね。金魚とかがある。ここで待っとけますよって優しい ね。前もあったでしょ。うんうん、ここら辺はこの金層の中心に回ってるね。そうね。ナサモフさん、ハチミツ寄り道ってそこだ。あ、お食事処寄り道さんの駐車場も裏にいっぱいあったね。で、私これを今日は食べるって決めてきたので。どれを食べるんですか。三つ芋芋ソフト。あ、それですね。はい、はい、麻生もふさんですね。はい、行ってまいります。あ、三つ芋ソフト。はい、一つでいいです。美味しそうだね。これ隣にあって。では500円になります。すいません、1000円お預かりします。ここで食べていきます。じゃあ、生蜂蜜がたっぷり。ちょっと暗いね。お、生蜂蜜がたっぷり。すごい。生蜂蜜がいっぱい。なんかアソモルフさんの後ろで新店舗ができそうですね。